で、僕これ苦手なんですよ。これなんかちょっとここにさ、あ、隙間空いちゃうじゃん。はい、おはようございます。佐野橋亮太郎です。今日はですね、私が20年以上やっている、楽譜と楽譜のくっつけ方、テープの選び方について、お話ししたいと思います。皆さんね、どうやって、楽譜くっつけてますかね。よく一般的にあるのはセロテープでね、留めてる人が多くないですかね。セロテープね、セロテープどうだろう。まあ、裏から留めるか。裏から、ね、裏から留めるよ。しかもさ、セロテープさ、なんか全部ビーって止めずにさ、なんか3点ぐらいでこうやって止めてないですか。なんかこんな感じでね、の人多くないですか。ちょんちょんちょんって感じでね、うん、これだと、うん、まあ、今裏から貼ったから表がね見えるようになってるけど、これ隙間なくくっつけるとちょっと大変じゃないですか。これはね、この断面がね、表をね下に、下っていうか中にすると。で、僕これ苦手なんですよ。これなんかちょっとここにさ、あ、隙間空いちゃうじゃん。だからその折れる硬さがさ、ここはもう紙がねもろなんでぴったりくっついてるね、テープがないから。でもここテープがあるからちょっともわんって湾曲した状態にしかならないじゃないですか、こういう風にね。これ全部テープで留めたところでずっと湾曲してるじゃないですか、ちょっとね。で、セロテープって一番僕苦手なのはすぐに劣化するんですよ。何年か経つと、何年か経った譜面をね、本棚から出してもう一回使おうっていう時にカピカピになっちゃってボロボロ剥がれちゃったりだとか、あと物によってはテープの粘着の糊の部分がね、他のものに移ってベタベタになってるだとか、そういうものが結構あるので、僕はねセロテープ、まあ、緊急事態とかの時はねどうしてもセロテープ使ったりする時もあるけども、あんまり僕ね使わないですね。じゃあ僕何を使っているかというと、これです。でん、これサージカルテープってやつですね。これは医療メーカーのニプロ製なんですけど、僕はこれを1年に1個ぐらい、24個ぐらい入ってる箱買いをしてるんですけど、24個セットぐらいのやつをね、これすごく便利です。人によってはね、マスキングテープとか使う人もいるんですけど、マスキングテープもやっぱりちょっと硬いので、折れ目が、折り癖がついちゃってね、譜面を開けたのにまたちょっと戻ろうとしちゃうだとか、そういう時があったりするんですけど、割とサージカルテープはね、その点おすすめです。ちょっと貼ってみましょうか。はい、貼りますが、僕の場合はね、こっち表ね、五線がついてるね、裏から、テープをビーッと貼ります。出しといて、基本的にね隙間が開かないようにします。もうぴったりくっついた状態ですね。丁寧に貼っていきます。きちんと、ね、そうすると全部ねこんだけ、テープがありますね。でこうなるとね、これめちゃぴったりなんですよ、これ。これ普通に。ね、もうね、カクンカクンになることもなく、めっちゃ綺麗に伸びる感じなんですよ。で、折れるのも自由自在だし、これすごく便利なので、僕は譜面はね、くっつけてます。よくね、生徒さんとかだと、こういうさ、ファイル。透明ビニールになっているファイルですね。こうやって。まあ、これは僕がね、テキストとか楽譜をプリントを入れたりするのに使ってるんですけど、こういうやつに、もらった楽譜をね、全部入れちゃったりしてる人いるんですけど、これね、まず、何よりもかさばる。かさばる。めちゃかさばる。あと、出し入れも大変。で、なおかつ一番良くないのは、これ。このさ、ね。映り込むでしょ、光がね。なので見づらかったりするのでね、ステージとかでこうなっちゃうともう本当に命取りなんで、ちょっと気をつけていただきたいかなと思います。なので僕は基本的に紙を置きます、譜面はね。はい、
紙にしてます。まあ書き込みも便利だし、毎回ね入れたり出したりするのもないし、でまあこういうクリアファイルですね。クリアファイル、これ僕愛用の、有村架純ちゃんのクリアファイルですけども、これに入れたりで、使わないシーズンとかね、使わない期間になったらその譜面はまた家に置いとけばいいだけの話なんで、今いるやつね、仕事とか案件で使ってる、外で出先でねちょっと練習しようとかそういう時に、使うやつだけ入れてます。で、こういう風になりましたね。で、じゃあ例えばね3マイクつけてみようか。なんで今日ね今3マイクつけるかというと、全くくっつけずに複数ページ持ち歩いてる人もいるんだけど、3枚4枚とかね、まあ2枚ならまだしも、2枚でもですわ、2枚でもです。風でね、あの空調とか人が通った時にバサって落ちちゃう時ってすごいあるじゃないですか。いくらたとえ2枚でも置いておくと、2枚なので A3 が1枚ってことになりますよね。紙が重いのでパサッと落ちにくい。なおかつ、譜面台にも、1回の手間でこうやってこうね、乗せれるからね。2枚だと、あっち行って、こっち行って、つってね。で、慌てて譜面並べたら、実は左右が違ってて、すごく読むの大変だったとか、いろいろあると思うんで、そういう意味でもくっつけておくのはおすすめします。さあ、ではここからはね、譜面台に、乗せる話をしますけども、今ね、3枚、3ページくっつけたね。3ページくっつけると、これ普通の譜面台ってね、2枚分しか乗らないでしょ、スペース的にね。これね、くっつけておくと3枚乗るんですよ。もうこれだけでも超便利ですよね。まあ、両端不安不安になるので、ちょっとね、まあ、ずらしたり、いろんなもののね、工夫が必要ですよね。まあ、こういう風にね、何かしら使わないファイルかなんかをこうやって置いとくだけでももう3枚こうやって乗るよね。うん。なので、やっぱね、複数ページくっつけておくのは、便利なんじゃないのかなと、思います。そして、これね、またね、頃合いを見て、動画ではご紹介しますけども、これ僕の発明品が実はここに載っておりましてですね、これプラスチックの段ボールのやつなんですけども、こういうふうにピターンとね、開く便利グッズがあるので、これはまた後日、僕はこういうふうに作ってるっていうのはね、紹介したいと思います。はい、というわけで今日は、楽譜の、くっつけ方、テープの選び方、サージカルテープについてね、お話ししました。皆さんはね、どんなやつを、どんな方式でね、楽譜を、くっつけてるのかなっていうのが気になりますので、もしいろんな、私こういう風にやってるよとかね、そういうのがありましたら、コメントをお寄せいただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。